いや、でも仲いいですか、みーさんと、そうずっですと。ね、だってもう戦友ですからまあ、そうね、ですよ本当にね。戦友ですね。私も王さんの大ファンで、ちっちゃい時から男の子と野球を一緒にやっていたので、だから初めて王さんに会った時にはもう本当にちょっと夢見てるみたいそうで、です。本当忙しかった。でも決して辛くはなかったですか？辛かったですよ。辛くないわけないじゃないですか。寝てないんだそれはから。つらいっすよね。つらい。辛いさ。浮かんだんだけどな、ごめんな忘さい、れちゃ邪っ魔て、しちゃっいいのて。いいの、邪魔じゃないです。最近忘れっぽくって。なんか、じゃあそれはあと置いといて、で、なんでしたっけ4ね。年7ヶ月がやっぱり相当忙しかった。もう本当にほとんど記憶がないですね。みんなそう言いますよね。なんか光源氏とあ、か、そあと鶴ちゃん、鶴野くんが来た時に羞恥心う。の何年間っていうのも、もう全く記憶にないって。もう車の中の移動で景色もなんか見てないし、移動でテレビ局行って、移動でコンサーじトゃあ、会場とそう、もう全く同じですね。か。本当に、なんだろう。まあ、激動の日々でしたね。でも決して辛くはなかったですか？辛かったですよ。辛くないわけないじゃないですか。寝てないんだそれはから。辛いっすよね。辛いさ。辛いけど、やめたいなんて思ったこと一度もないですそういうね。ことですよでね。ね、もちろん、まあ、寝てないし食べてもいないから、私、食べてもないですか？移動その中食とべる時間がないんか。ですよ。なで、るほ今みど。たいにコンビニとかないから、そうですよね。おそ弁う当でですすか？ね。いや、お弁当をいただける時間にも入らないから、お弁当もなくなっちゃってるでしょ。なるほど。だからね、お弁当も食べた記憶はないですし、なんか、車に、リンゴとバナナとクッキーのこんな大きな缶を積んで、それをちょっと食べたりしてるぐらいで、本当にね、食事をした記憶がないんですよね。本当ですか？だから私、半年で10キロ痩せてました。いや、でも確かにちょっと細い印象が。最初は結構むっちりしてたんですよ。それで、その寮母の、おばさんに、私、上京したのが4月12日なんですけど、パンをね、食パンを6枚とか食べてたんですよ、朝。朝。朝。それで、痩せなさいっていうお達しが会社から来たらしくて、2枚に減らされたんです。そしたらもうお腹すいちゃって、お腹すいちゃっそうでて、すよね。それでね、夜もまだレッスンをしてた頃、おやつも食べちゃいけないというふうに言われてたから、でもどうしてもお腹すくじゃないですか。だからなんかお菓子を買って、2段ベッドの下にこう隠しといたんですよね。そしたら、ペペっていうポメラニアの犬がそれをくわえて、おばさんのところに持ってっちゃって、バレちゃってとかね。もう本当にね、その朝2枚のパンと、まあ外に出たらちょっとお菓子買っちゃったりとかしてたんですけど、でもまあ、あまりにもお腹空いて、で本当は寮に帰ったらなんか作ってってくれるかななんて思ったら、私たちはもう玄関から出入りダメだったので、お勝手口からそうなんですか。それは入る。目立っちゃうってことですか？じゃなくて、なんだか分かんないんなです。それんで、でしょう分ね。かんない、お勝手から入るじゃない。
そしたらすごくいい匂いがするわけ、はい、おばさん今日私たちのために何か作ってくれてるんだと思って、そしたらこんなアルミのこんな大きな、 なんかお鍋に何か見えてて、おでんかなと思ってちょっとあのおばさんいなかったからこう覗いたら、後ろからおばさんがそれはダメ、ペペたちのだからって言ってそのワンちゃんが3匹いて、はい、猫ちゃんが1匹いて、だから私たちのじゃなかったの。それでもそのいい匂いでお腹余計すいちゃって、そうですよね。それでもお腹すいたって言ってたら、ミーがね、あ、ちょっと待ってだけ、なんかもらってくれって言って、で食パンを1枚だけちょっと配しちゃって、でこれしかなかったけどって言って、でミーはね食べだめができる人だったんですよ、ね。食べだめはできるんですか。そう。私はもうあの静岡にいた時にはもう1日3食ちゃんと食べてたから、本当にお腹空いて、泣きながらその生の食パンをね、かじったりとかね。まあそれもね、これも本当にも懐かしいいい思い出なんですけど。でも今思えば食べてても痩せたかもしれないですよね、 そんだけ忙しかったら、だから、まあ、そんな半年で10キロ痩せたり、やっぱりその寝る時間が例えば3時間あっても、そのコンサートとかテレビ番組とかいっぱい歌番組あったので、そうですね、そのカバー曲とかね、はい、他の今ヒットしてる曲とかも覚えなきゃいけなかったり、そうですよね、コンサート用の曲も覚えなきゃいけなかったり、でも覚える時間がないから、仕方なくおこたで、あの寝る時間割いて見とったりで覚えたりしてたんですけど、必ず同じところあのカセットテープが流れると眠っちゃうんですよ。あ、ダメダメダメ、もうちょっともう一回巻き戻しとか、それ何度もやって条件反射ですね、もう。もうとにかくあのそうですね、なんか毎日がもうその出たとこ勝負みたいな、あんなにハラハラする日々を送ったのはなくてね、だから本当に覚えたかどうかっていうのはステージでしか自分でわからないの、やってみないとわかんないから、だからあの相馬さんにはあのもうお休みが欲しいとかなんとかって言ったことは一度もないんだけど、せめて覚える時間だけくださいって言ったら、いやいいよって、もし辛いんだったらいつでも静岡帰っていいよって言われて、怖い、いやもうあの帰るところはありませんって怖いそれ一番怖い、いいよ休む、将来休んでもいいんだよ、いいよいいよってもうせっかく掴んだチャンスだからね、そうですよね、そう、もう返されたらたまらないと思ったし、であのピンクレディが、まあ、デビューするにあたりレコード会社は一切もう何も魅力を私たちには感じてくれなかったから、何もお金かけてもらえなかったの。そうなんですか、だからすごいですね、ある意味宣伝マンの大橋さんっていう人と、あと相馬さんと、あとその3人の先生と、あと飯田さんっていうディレクターさんが、絶対2人を売ってやるって言って、だからあ、この人たちのためにね、もう何が何でも、もう死んでも頑張ろうと思って4年7ヶ月、やりきったっていう。いやー、すさまじい、だいたいだって1日に15から17仕事があったんですよ。ああ、そう、取材も含めてみたいな感じですか。取材はね、座ってインタビューを受けたことがなくて、あんまり。あ、本当ですか。だから移動の車の中に、あの取材の方が一人乗ってきてとかはあったけど、あとはもう局の廊下に5メートル間隔ぐらいに、あの並んでいて、そこを通りながら皆さんがこう写真を撮るの、そんなだったからね。すごい、もうスーパースターでしたからね。スーパースターっていうよりもよくこれで仕事が成り立つなって思う感じでしたよねあ、ご本人たちとしてはまあ自分たちもそうですし、皆さんもね大変だなと思って。いやー、そう、もう、いやでもだから、いや、そりゃ多忙だろうなってずっと思ってて、そうですね、すごかったと思いますよ、はい、あれ振り付けで 何が一番難しかったですか、振り付けの中では。一番大変なのはね、一番大変だったのはやっぱりあの股を開くところやっぱり股なんですか。あのステップは本当に難しくて。あ、そうかもしれないですね。最初のデビュー曲だからちょっとあのかなり時間はあったわけ、
でも振りは結構早くできてて、はい、それをマスターするのに私はすごい時間がかかって。あ、本当ですか。そうだからあれは本当に難しいなって思った振りですね、うん、でもそのペッパー警部から土井先生の振り付けに慣れて、はい、体が慣れて、ええ、ちょっとシンプルな振り付けではないんですね、リズムの取り方も何も。だからね、あの先生 の, あの複雑な振りにはペッパー警部で自分が鳴らされて、だから逆にシンプルな振り付けはちょっとできなくなっちゃう、ええ、あー、はい、オーソドックス な, なんかそうそうモダンバレー的なみたいな、うん、とかもう当たり前のこうなんだろうボックスって分かる。あ、分かります。ボックスができなかったんです。あ、本当ですか。できなくなっちゃったの。あ、本当ですか。あの土井先生の場合は 裏でこう取ったりみたいな、ね、左足出した時に右、あ、こっち左、あ、右ですよね。右足出しながら 右手出すみたいな。あ、なんかそれ難しい。ちょっとこう体の、うん、なんていうの、構造、はい、普段自分たちが生活するのとなんか違う。うん、そうですね。すごい難しかったんですよ。難波ですもんね、これ。そうで、特にあの頃ってあのコードがついていたので、あのマイクに、マイクに、そうだ。だから特に私の場合はそのマイクコードをさばきながらの振りやりの前髪こうかき上げるミーさんショートでしたもんね、結構。ミーはショートで前髪も短かったです。私はやっぱりちょっとサーファーカットで、ええ、なので結構こう踊るとこう、まあ、動くんですけど、はい、前髪もミーよりは少し長かったのでこうかき上げながら、一手多いんですね、ミーさんより一手多いですねそうそう、いろいろありますけど安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133。いやでも仲いいですか、みーさんと。そうですね、だってもう戦友ですからね、うん、まあそうですよね、本当に戦友ですね。やっぱり一人だったらちょっと精神的におかしくなってるかなって思うんですけど、二、うん、人っていいかもしれないですね。三人とか四人より、そうですね、うん、で相手が鏡になるので。ああ、そうですね、うん、でもみーはよく夜中に痙攣を起こしていて。そうですか。そう、プレッシャーとかなんだろうな、ちょっとよくわかんないんですけど、ええ、だからもう夜中中あの寝ないでみんな背中をこうさすったりとか飲んであげたり。友情ですね。いやだって痛がる人が目の前にいたらやっぱり、いや、まあそうですよね、本当、ねええ、苦しそうだ。よくいけるようにしたりとか、ね、なんかの番組であの必ず、ペッパーケーブル向き合いましたっけ、こうやって最初ペッパーケーブル向き合うのは何の歌でしたっけ。ウォンテッド、ウォンテッド。その時必ずあの頑張ろうねってこうお互い。そうそう、あとは、その、まあ、ウォンテッドの頃もまあ殺人的なスケジュールではあったけど、あとちょっと、なんだろう、心に余裕ができたのが忙しかったですよ、はい、でもサウスポーの時に、ね、その自分たちの置かれてるこう、うん、状況とかそういうものに慣れて、でも踏ん張らないと頑張れないっていう時期だったんですよ、うん、そういう時に縦一列になるじゃない、はい、その時に2人で顔見合わせながら頑張ろう、ね、ああ本当素晴らしい青春時代。そうですね、僕あのずっと野球が好きで、うん、ジャイアンツが好きで、あ、そう、で王さんが自分の車で、はい、ずっとサウスポー流してるんですよ、そのテレビのドキュメントで。え、知らなかった。ずっと口ずさんでるんですよ。え、嘘、知らなかった。フラミンゴみたい。え、嘘、王さんが。そうですよ。え、それテレビで。テレビで、あのドキュメントで、王さんのドキュメントで、か、車の中ではカセットでずっとサウスポーを流して、わ、すごい、どれだっちゃ。知らなかったですか。知らなかった。私も王さんの大ファンで、ちっちゃい時から男の子と野球を一緒にやっていたので、だから初めて王さんに会った時にはもう本当にちょっと夢見てるみたいで、うん、そうですよね、でちょうどそのサウスポーで
あの瀬番口の、ね、そうですね、王さんのはい。でちょうどその頃王さんと なんかどっかのホテルでお会いした時に、はい、あのお嬢さんが3人いらっしゃったのかな。で娘たちがなんだからって言って、はい、サインもらえますかって、その憧れの王さんに言っていただいて、はい、でサインをして握手をして、ね、すごい緊張したけど嬉しかったですよね。でもそうなんだ、王さんがそうなんですよ、聞いてくれてたの、ずっとあのリピートして口ずさんでる、あの映像が、知らなかった、あ、そうですか、いや相当嬉しかったみたいですよ。今日ジョーさんに会えたのはもうこれだけで十分だわなんか軽いですね。軽くないよ、いやすごい。今聞いたの、これからなんか例えばインタビューされた時に言ってもいいですか？全然、全然って事実なんで。ジョーさんから聞いたけど、ジョーさんに王さんの話聞いたけど、でもね、今から何年ぐらい前かな、4、5年前かな、あの、ソフトバンクの、はい、あの何ですか、イベントですか、イベントで始球式、で私ソフトバンクのコマーシャルにちょうど出させていただいた時に始球式あの出させていただいて、そしたらあのあのなんだブルペンっていうの、ブルペンで練習するんですよね、はい、その時に王さんたくさんの方たちあの引き連れて来てくれて、あのケイちゃんが来てるっていうからちょっと投げ方どうかなと思って心配になってて来てくださって、で私のその当時のマネージャーがやっぱりちびっこのそのなんか少年野球のチームですか、野球のチームの監督さんやってたみたいで、じゃあ野球通ですね。そう、その、あの息子さんにお家の近くの公園でちょっと投げ方を教えてもらったりとかして、結構届くようになったのね。で王さん来た時にはどうしようって、じゃあケイちゃんちょっと投げてみてって言われてすっごい緊張してて、でもね本当にちゃんとマウンドから届いたの、あ、すごいすごいですね。それもう王さんがびっくりしました。女の子で、女の子って言ってくれたんですけどいやいや女の子です、女の子で、もうちょっとこう特別に前に出て、ね、投げるのかなと思ったら、ケイちゃんそこからでいいのって言うんだ。18メートルありますからね、こっからやりますって言って、もう神様に誓ったのお願いだからって届いてほしいって、そしたら本当に届いたのを王さんに見ていただいて、びっくりされて、あとは緊張しないでこのまま本番でマウンドで投げれば大丈夫だからって言われて、でもね王さんすごい心配してたらしくって、孫さんと2人で立ち上がってみてくれたでもねちょっとこうふわっとなったけどちゃんと届いたの。え、サウスポーですか実際は？そうなの。じゃあいいですね、本当にサウスポーで、その姿も王さんに見ていただいたから、もう本当にあいいな、もう死んでもいいと思っちゃう、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。ウォッペンのボケください、ボケろ、ボケろ、今ガチョンだよその当時所属していた会社の社長が、あのケイちゃんそのデビュー曲って誰に書いてもらいたいって聞いてくださって、はい、そのまだ解散する前に、はい、あのザ・ベスト10で桜田淳子ちゃんの幸せ芝居っていう曲を歌って、はい、誰が書いたんだろうと思ったら、中島みゆきさんの曲なんですけど、いいなあこういう曲、ソロだったら歌いたいなって思ってたの。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133